のがちょっと遅かったわね。ウィルベルさんじゃないですか。ここにいるなんて珍しいですね。なんだ、店がやけに騒がしいな。そりゃ盛り上がったからね。もう少し早く来てれば私の魔法の手品ショーが見れたのに。魔法の手品ショー？なんだか楽しそう。どんなことをやってたんですか？いやー、俺もジョーちゃんに聞きたかったんだ。あれは一体どんな種があるんだ？何もないところから火を出したり、ほうきに乗って浮いてみせたり、皿が空中で回転し続けたり。へー、すごいな。そんな手品もできるのか。それはちょっと見たかったな。そういうのは商売道具だからあんまり教えられないのよね。そんなわけで、種が見破られるまではここで時々手品ショーをやりたいんだけど、いい？おじさん。おお、いいってことよ。うちも客が盛り上がる出し物は大歓迎だ。今度からは俺から小遣いくらい出してやるぜ。今日は飯でもおごってやるよ。お、ありがとね、おじさん。太っ腹だね。これからもよろしくな。二人とも見に来いよ。すげえ手品だったぜ。はい、機会があったら絶対に見に行きますね。よかったな、大好評じゃないか。お前って魔法を使えるだけじゃないんだな。まあ本当に魔法なんだけどね。え、なんだ、結局魔法なのかよ。そうに決まってるでしょ。手品なんて小難しいことできるわけないじゃない。そんなのより簡単な魔法を見せた方が驚かれるし、よっぽどお金になるわよ。本当に魔法を使える方が難しい気がするけどな。あと魔法なんだったら手品なんて嘘をついちゃダメですよ、ウィルベルさん。いやあね、人聞きの悪い。私は嘘なんてついてないわよ。ちゃんと魔法の手品ショーって言ってるじゃない。ちょっと魔法で手品っぽいことをやってるだけよ。なるほど、魔法のの部分が本当なんですね。頭がいいというか、ちゃっかりしてるというか。